眠れるラジオ。はい、グッズの再販が本日までとなっておりますね。ビレバンさんのオンラインストアにて本日まで受注販売を受け付けております。ポッドキャストでお聞きの方も終わっちゃってるんですけれども、 YouTube でお聞きの方本日までとなっておりますので、ぜひともお願いいたしますね。ビレバンさんもですね、ラストチャンスとおっしゃっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。ということでコーナー行きましょう。小さな幸せのコーナー。幸せではなく不幸を探しがちなガスケツ、みんなの幸せエピソードを聞いて考え方を矯正していこうというコーナーでございます。はい、いやー、ごめんなさい、ちょっと寝起きだもんでね。いやいや、眠いけどやっていきましょう。滋賀県あっこちゃんさん、いつも眠りを助けてくださり本当にありがとうございます。私は入院中のおばさんです。毎日リハビリに励んでいるのですが、少し不安と戦いつつ、日々があっという間に過ぎていきます。でも推しの歌い手さんの生放送の配信を聞いたりすると本当に励まされて、明日も頑張ろう、退院したら車椅子席でもいいからライブに行こうと励まされます。小さな幸せですが大切に過ごしたいです。そして眠りを助けてくださるガスケツさんには感謝しています。これからも無理なさらず続けてくださいね。ありがとうございました。まあそうですよね、やっぱ推しの存在ってのは大きいですよね。大事、大事ですよ。僕もやっぱりそうね、こう毎日毎日さ、もうなんかしんどとか思いながらね働いてるけど、やっぱりこう、まあ、僕はラジオ聞くのが好きなんですけど、本当にいろんなラジオを聞いてこう元気もらってるなという側面がやっぱあるので、ね、そういったところにもやっぱ幸せを見つけていかないといけないなと。しんどいしんどいだけじゃなくて、ああこうやって毎日聞けてる今幸せだなっていうね。いやでも僕やっぱラジコのタイムフリー機能っていうのを使って大体ラジオ聞くのよ。深夜ラジオとかやっぱリアルタイムで聞くのちょっとしんどいなと思ってて、まあ割とね、ラジコのタイムフリー機能っていう過去に遡って聞けるやつで聞いちゃうんだけど、いやその機能にも感謝よね、やっぱね。めっちゃ大変だったと思うのよ。なんか法律の問題とか著作権の問題とかめちゃめちゃあったと思うんだけど、ラジコの担当者がね、それを、いやでもラジオの未来はここにあるんだっつってタイムフリー機能をつけてくれてさ、そもそもで言うとさ、やっぱラジオ放送をインターネットで聞けるようにしようって、ネット回線で聞けるようにしようってしてくれたとこからやっぱ感謝しなきゃいけないよね。もうテレビなんかはずっとさ、今もう TVer とかで見れちゃうけどさ、もう長い間ずっとネットじゃ見れなかったわけじゃない。いや、やっぱラジコね、感謝ですよね、もうそこにもね。やっぱこう現代社会に感謝ですね、そこもね。歌い手さんね、もう今や僕歌い手さんの曲とか聴かなくなっちゃったけども、まあね、まあ僕もともとやっぱニコ中ですので、ニコニコ動画がね、ニコニコ動画で育ってる人間なので、やっぱ昔はねよく聞いてましたね、中学生の時とか。でまあ何度か話してるんですけど、僕がねこうやって配信とかをこう始めるようになったきっかけっていうのが、実は歌い手に憧れてマイクを買ったっていうのがね最初なんですよ。そう、俺だから歌い手になりたかったの当時。まあでもなんかこう今歌い手というと結構なんつうんだろうな、なんかこうアイドルっぽい存在なイメージがあるけど、まあ、今ほどなんかそういう感じでもなかった。もうちょっと、まあ、俺が好きだったのはなんかゴムとかヨッペーとかジェイとかね。みんな知ってるか、あとイサジとかね。僕はちょっとそっち系の歌い手にめっちゃ憧れて、俺は歌ってみたをやるんだっつって、で高校入学祝いにオーディオインターフェースっていうそのマイクを接続する機械があるんだけど、それを買ってもらって、
俺歌ってみたらやるぞっつってね、でマイクと買ってもらってよし録音しようっつってね歌うんだけど全然うまくないの歌がびっくりしたね。歌い手目指してたのに歌がうまくなかったんだ俺はな、やばいぞっていうことで、でもどうしようこのマイクみたいなことになった時に、まあ、当時ね声部っていうサイトがあってね、まあ、いろんな人の、あの黒歴史を量産するウェブサイトとして悪名高き声部っていうサイトがあったの。なんかこう自分の声を投稿するっていう機能と、みんなで音声チャットみたいなこう、まあ、今でいう会議通話みたいなのがこうできるサイトがあって、まあ、それを見つけて、あ、なんかこう喋ったりとかするのも楽しいなみたいな、まあ、そんなんかルーツでしたね。いやーね懐かしいね、この年になってもなんかそんな感じのことやってるよみたいなああね、そんな感じですけどもね。はい、ありがとうございます。で次行きましょう。ガスケツの頭、お住まいのガスケツのお腹さん、この前彼女できたんです。これあれ別れた人あのコメント欄で別れたって言ってた、まあ、まあできた時の話なこれな。この前彼女できたんですが、周りの友達がその子はとてつもなく男たらしだってうるさいんだけど、でもそういうところも含めて俺はあいつのことが大好きだ。ちょっと悲しいですが別れてよかったんじゃない。 もはやもう俺はねたらし系の女性やっぱ苦手なのよ。なんかもうさすがにもうこの年になるとさ、そんな女性あんまいないけどさ、まあその当時高校生の時とかに、まあ、ちょっと知り合いの女性でね、なんかその思わせぶりな態度取ってなんか告られて、それをこう周りに自慢げに語るやつが いたのよ。もうめちゃめちゃ嫌だよそれが。いやーなんか告られちゃって、いやもう全然そんなつもりなかったんだけどみたいな、めちゃめちゃ自慢げに語るわけよそうやって。でもそれも本当に一人二人とかじゃなくて本当に5、6人ぐらいとか話聞いてたから、いやそれお前が悪くねってめっちゃ思ってたんだけど、へえってすごいねって大変だねって、は言ってた気がする。もうだからなんか、そうやっぱ思わせぶりな態度をするやつ嫌いなんだよね。思わせぶりな態度を取っていいのはね長澤まさみだけだから。長澤まさみは OK、 長澤まさみ以外はダメです。はい、次行きましょう神奈川県剣道23さん、僕は剣道部に入っておりそこそこの成績を出せているのですが、ある日勝てるはずの相手に負けてしまいました。そしてその後少し気になっている子に試合負けちゃったと言いました。その前に試合があることは言ってました。そしたら次につながったんだし次も頑張ってと言ってくれましたし、そのおかげでまたやる気が出ました。これからも頑張れそうです。長文失礼しました。まあね、そういうこともあるよね。スマブラとかでさ、本当に初心者の人にたまにストック1個奪われちゃう時とかあるじゃん。なんかもう動き読めなさすぎて初心者の人間、なんかカービィでさ B 下のストーンばっか出してきてさ、もう戦略もクソもないんだけど、もうそれが読めなさすぎて一気奪われちゃうみたいな、まあ、そんな感じでしょ、わかんないけどまあありますよねそういう時もね。いやでもいいですねそういう時に、あの頑張ってって言ってくれる子がねいるのはね、やはりそのヒロイン不在の高校生活を送った僕としては非常に羨ましいですね。1500% の真中ぐらいモテるつもりだったんですけどね、高校時代なんかね全然ダメでしたけども、男子校だったしね。で数少ない女性の知り合いといえば、なんか告られちゃったんだけどそんなつもりなかったんだけどだしね、もういや非常に羨ましい
はい、次行きましょう。神奈川県お住まいのふたみんさん、生きてるだけで幸せです。うん、まあ、これ大事だね、うん、これが結局一番大事なマインドかもしれない。うん、まあ、生きてるだけで偉いとかね、うん、まあよく言いますけど、でもそれ本当にそうかも。うん、我々エリートだからね、実は。うん、南国引きという精子の中の1位だから、もうエリートなんだよ、エリート精子なのよ我々全員ね。うん、だそこに誇りを持って、もう生きてるだけで偉いんだぞっていう、すごいんだぞっていう、うん、もう生きてるだけ幸せだよねっていう、もう毎日目が覚めるだけでも幸せだよねっていう、まあ、その気持ちで生きるのは非常に大事なことかもしれない。うんね、最近暖かくもなってね、すごい過ごしやすくなったポカポカ陽気の中でね、毎日生きていることに幸せを感じながら生きていきましょう。はい、ということで、小さな幸せのコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。ガス欠の眠れるラジオ、皆さんこんばんは。そしておやすみなさい。眠れるラジオガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽を一緒に聞いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聞いていただきありがとうございます。このラジオで寝落ちできた方、ぜひ明日も聞きに来てください。そして寝ちゃって聞けなかった部分なんかは、明日の良き時間、作業中とか、帰宅途中とか、良き時間に聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。ガスケツでございます。グッズ買ってくれたね、グッズグッズ買ってくれました。すごくね、いいという評判なので、ぜひ皆様買ってください。再販なんで、やっぱ第1弾の時よかは売れてないわけですね。ちょっと皆様ぜひ購入の方検討してみてくださいね。まあもう今日で終わるんだけどね。これが投稿された1時間半後とかに終わっちゃうんですけど。はい、ね。カエデスピカさん、グッズ購入いたしました。どうでもいいけど、旦那が寝るとき必ずタイムマシン3号の YouTube を聞きながら寝るのだけど、なんでそれで寝れるのかが全くわからない。面白くて寝れんくないか。いや、なんかちょっとわかんなくもね。タイムマシン3号の YouTube はなんかね、こう急に大声出したりとかそういうのもないし、なんかね、こう爆笑というよりかはなんかほんのり面白い展開がずっと続くみたいな感じなのよ。なんかすごいまったりしてんの。そこが魅力で、だからなんかわかんなくもないな、そのタイムマシン3号のYouTube で寝るみたいなのは。うん、まあ俺も割と芸人さんのラジオ聞きながら寝ること多いから、まあ、分かんなくもないかも。MM さん、ガスケツさんこんばんは。僕は仲のいい友達 A 君と2人で話しながら毎日下校しているのですが、たまにあまり仲良くない友達 E 君が会話に乱入してきます。本当は A 君と話したいのにちょっとがっかりします。 E 君をあまり傷つけないように会話に乱入してほしくないことを伝えたいです。よかったらアドバイスお願いします。いや、これは E 君とも仲良くなるのがいいでしょう。君だけの A 君じゃないんだから。うん、いや、まあこれ質問とは全然違うことを俺は答えてる気はするけど、うん、まあそう思うよ。まあ頑張って、はい、いい、そんな感じでしかね。はい、その他にもですね、もちさん、ブラックベリーさん、なんかハングルの文字なので読めない方、パラパラさん、マロピーズ菩薩さん、ガンバルンバさん、猫の二郎さん、ミセス羊さん、プロボーラーハゲ桜餅さん、エヴァンストムさん、北村さん、ヒロさん、スズさん、天然保湿成分さん、羊くまさん、ウイさん、マロピーズ菩薩さん、特命さん、カエデスピカさん、佐藤優さん、 MM さん、達姫さん、ミさん、マナカさん、ひまわりさん、佐藤さん、コメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りをお待ちしております。お便りは概要欄に貼ってあるお便りフォームから送ってください。
募集しているコーナーに関しましてはその中に記載ありますので読んで送っていただければなと思います。よろしくお願いいたします。あと YouTube のコメント欄はですね、番組の感想でもいいですし最近あったこととか、ガスケットに伝えたいこととか何でも構いませんのでざっくばらんな感じで肩の力を抜いてね、適度にいい感じにね書いていただければなと思います。ガスケツもねいい感じに拾いますのでぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということでしばらくヒーリング音楽お聴きください。
はい、ということで、ぼちぼちお話をさせていただきますけれども、大丈夫でしょうか。今寝てる人を起こさないように静かに静かに話し始めるというのは毎回やっとるわけでございますけれども、はい、ちょっと先週さ、インスタのストーリーで、質問募集してやってたんですけど、ちょっと一旦ちょっと別の話していいですか。残りの質問はまたちょっといつかの機会に読みます。はい。いや、んでさ、芸人の雷のライブに行ったんですけど、ゲストがね、デビッド・ワイズっていう人だったの。デビッド・ワイズわかる？みんな。デビッド・ワイズ。スーパードンキーコングっていうゲームがあるんだけど、スーパーファミコンのゲームでね、今多分ニンテンドーオンラインに入ってる人だったら遊べると思う。1から3まで。スーパードンキーコングっていう。あれの曲を作った人なんだけど、その方が来てね、で、そもそもそんなに日本に来ることもない人だし、なんかどんな人物なのかも、日本人からするとあんまよくわかってないぐらいの、なんかすごい作曲家みたいなイメージの人が、日本に来て、芸人の雷とライブするっていう、さ、で、運よくチケット取れて、もう本当にマジ速乾も速乾だったらしくて、もう本当に良かった、チケット取れて、でそう行ってきたんですよ。でまあこのスーパードンキーコングの話をするとやっぱりちょっとこう思い出話になるんだけども、とね、僕がスーパードンキーコングと出会ったのはね、近所の女の子の家なの。ちょっと前に話したさ、幼なじみのね、女の子も結婚して子供もいてみたいな話なんかちょっとしたと思うんだけど、その子の家に遊びに行って、その子の家にあったのが多分初めだと思う。まあ、その幼心ながらに、なんかその世界観とかグラフィックとかになんか魅了されてたのを覚えてんのよ。面白いゲームだっつって。で、まあそんなスーパードンキーコングなんだけど、なんかね、父親がスーパーファミコンとソフトをなんか友達からもらってくんだよね。なんかもうちょっとスーパーファミコンで遊ばないくなっちゃったからあげるって言われたらしくて、でその中にスーパードンキーコング2も入ってて、もうすごいやってたのやっぱスーパードンキーコング。でも当時は俺ゲーム上手じゃないから、なんかその父親にやってもらってそれを横で見てるみたいな。でさ、なんかやっぱ未だにあと覚えてんのは、なんか入院してさ、俺がちっちゃい頃扁桃腺の切除の手術でね、でなんか、まあ、しばらく父親とは離れ離れになって、まあ、母親ずっと一緒にいてくれたんだけど、でなんか久しぶりに家に帰った時に、なんか父親がゲームやってたんだよね、スーパーファミコンでスーパードンキーコング2を。で未だにその時メインマストクライシスっていうステージで遊んでたのも覚えてる。で帰ったらそれやって、がゲームやってるよみたいな感じで、でなんか一緒にゲームやったの覚えてんだけどさ、なんか当時はなんか普通にゲーム好きでやってたんだろうなって、そのゲームが好きで父親やってたんだろうなと思ってたんだけど、もう今やうちの父親なんてもう全くゲームやんないのよ。多分ゲーム好きじゃないのよ、そんなに。俺がやってって言ってたからやってくれてただけで、当時は。だから、まあなんかその父親なりに、なんかこう、俺を喜ばせようと思ってやってくれてたのかな、みたいな。あ、ゲームやろうって言って、なんか、
喜ぶかなと思って多分ゲームして待っててくれてたんだろうなみたいな、今思えばね。でやっぱその証拠にさ、父親の、部屋のね壁に、俺が幼稚園の頃に父の日に送った似顔絵みたいなのが貼ってあるんだけど、でそこにさ、お父さんの好きなところはみたいな、なんか書いてんだけど、一緒にゲームをしてくれるところって書いてるのね、俺もさ。うん、そう、だからそんな父親ともう一番やってたのはスーパードンキーコング2なの。うん、もうね、もう大好きなんです。でね、俺も成長していくんだけど、やっぱね、もう人生すべてのタイミングで俺はスーパードンキーコング2で絶対遊んでるのよ、人生。なんかそうやって父親と一緒に遊んだ経験だとか、なんかいろんな思い出が詰まったゲームなの、本当に。でやっぱスーパードンキーコング2、めちゃめちゃいろいろいいポイントがいっぱいあるの。世界観とかグラフィックとかもあるんだけど、やっぱその中でもやっぱり特筆すべきはやっぱ音楽なの。 BGM がめちゃめちゃいいのね。で、まあ、スーパードンキーコングが1、2、3とあるんだけど、中でも2はちょっとこう世界観がちょっと暗いというかシリアスめなのね、ちょっと。うん、でもそれがすごくいいんだよね。ちょっとダークな世界観、ドンキーコングだけど、ちょっとダークな世界観で、もう音楽もそんなちょっとダークめなね、アンビエントな感じの曲が多いのよ。なんかダークでアンビエントな、それがすごく良くてね。でその曲をさ、やっぱ人生の節目節目でやっぱ聴いてるわけだから、うん、まあ、すごく思い出深いゲームなのね、スーパードンキーコング2、うん。で、あと俺が初めて買ったゲームが、任天堂64のディディーコングレーシングっていうゲームなんだけど、このゲームもめちゃめちゃ面白くて最高なんだけど、うん、64のレースゲームだったら確実に一番面白い。マリオカートより面白い。うん、64のマリオカートよりディディーコングレーシングの方が面白いです、これはもう。で、それの曲も、を作ったのもデビッド・ワイズさんなのね。うん、そう。そんなね、なんかこう、非常に思い出深い曲を作ったデビッド・ワイズさんが日本に来てライブをすると。いうことでね、まあ、行ってきたんですけど、うん、でシークレットゲストで霜降りのせいやとランジャタイのくにちゃんが来てたんだけど、まあ、2人とももう大ファン、ドンキーコングの。でくにちゃんなんてマジですごくて、なんか小学2年生の時に初めてスーパードンキーコングを買ってから、もう面白すぎて中学2年生までずっとそれしかやってなかったみたいな。ただなんかその中2の段階でもうこのままこのゲームばっかりやってたらなんか人生に影響を及ぼすと思ったらしくて、こう泣きながらプレイするこのスーパードンキーコングの卒業式をやったみたいな話をしてて、うん、もうそんぐらい大ファン。まあそんな感じでオープニングトーク始まってさ、でまあ、ね、内容としてはまあなんかその質問形式で答えてったりとか、まあなんかいろんなね、まあちょっとお笑いライブな感じで最初始まるんだけど、最後にさ生演奏のコーナーがあったのよ。デビッド・ワイズ氏によるスーパードンキーコングの曲の生演奏ライブみたいなのが後半あったんだけど、もうそこで俺もうマジで泣いちゃった、本当に。もう人生でもう何度も何度も聴いてる曲、ちっちゃい頃からのさ、作曲の方が目の前 で俺結構前の方の席だったから、すごい前近いところで大好きな曲を演奏してる、なんかこういろんな思い出とかがこうフラッシュバックしてきて、もうやばかったね、涙腺崩壊。でも俺も泣いちゃったんだけどさ、
壇上にいる雷の2人がめちゃめちゃ泣いてて2人して号泣してて、いやもうそれも見て俺もまたさらにちょっと感極まっちゃって、なんかまあ東京国際フォーラムのホール C っていう1500人ぐらいかなキャパがぐらいのホールでさ、ここにいる人たち全員ドンキーコングが好きで、なんかこう俺と同じ感じでやっぱ育ったのかなみたいな、でね、なんかここでこの同じ時を共有してるみたいなところでなんかグッときて、本当にありがとうっていう、雷の2人に感謝でしたね。あのこのデビッド・ワイズ氏をあの日本に呼ぶまでの経緯も結構すごくて、あの YouTube チャンネルでね全部見れるんですけど、もうなんかたまたまそのこのあのスーパードンキーコングの曲良すぎるみたいな回があって、でそれを見たデビッド・ワイズさんがあのツイッターフォローしてくれてみたいな、で実際に会いに行こうみたいな、アポなしでイギリスまで突撃して、で実際に会えるみたいな、なんかそういう一連の流れがあって、もうその流れから今ここの空間を共有できてることに俺はもうなんか涙がね出ましたね。本当にもう一生忘れられないライブになりました。俺なんか人生のエンディングってこんな感じなのかなと思うぐらいすごい良かったですね。本当にありがとうって感じ。配信とかあれば買いたいんだけどな、なんか DVD とか出ないのかなそんぐらい良かったです。はい、まあそんな感じで、ちょっとストーリーの質問は来週以降答えていこうと思います。はい、ということで、眠れラジオこれぐらいにしておきましょう。これでも眠れないよという方はね、シャッフルスミホの動画というものがございます。こちらかなり眠れる方法ですので、ちょっと探してみてください。あと僕の朗読の動画とか、まあ、あともう一本ラジオ聞くとかもろもろあるかなと思いますので、引き続きうちのチャンネルで過ごしていっていただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、あとヒーリング音楽この後も続きますので、このまま寝落ちという形でも大丈夫かなと思います。はい、ということで、今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。おやすみなさい。